Hello everyone, it's Kinako! はい、そう、私昨日髪の毛を染めてきましたということで、ちょっと紫ピンク系の髪に染めてみたんですけれども、染める前にもね、いろいろ動画撮っているので、ちょっと時系列変わっちゃうかもしれないんですけど、とりあえず今日はね、カナダの最新情報をね、お伝えしようと思ってで動画を回してみました。で、ね、ちょっと遅くなってしまったんですけど、ついにね、9月7日から一昨日ぐらいから、カナダに旅行で行くことが可能になったんです。イエイ。ということで、それについて今日はまたね、訳していこうと思います。で、毎回言っている通り、私は通訳の資格とかないので、必ずに訳したページを概要欄に貼っておくので、後でチェックしてください。お願いします。たまーに間違っていてね、皆さんコメントで教えてくれるので、まあ、優しく、また今回も間違っていたら優しくですよ、優しく教えてください。よろしくお願いします。でも、できる限り忠実に訳していこうと思います。はい、それでね、そう、先ほど言ったんですけど、9月7日から確かインドとモロッコ以外はほとんどの国がね、カナダに旅行で入国可能ということでございます。でね、ただその入国するときにいろいろ条件がありまして、それについてお話しようと思うんですけど、まあ第一条件はですね、もうすでに完全にワクチンを打っている人のみとなります。もうこれが第一条件みたいです。だからもう今日この動画を見ている時点で、もう2回目のワクチンを打ち終えている状態っていう方がまず前提になっているんですね。カナダが登録しているワクチンがモデルナ、ファイザー、アストラゼネカ、ジョンソン&ジョンソンの4つだけなので、まあ、これ以外のワクチンを打っている方はちょっと入国っていうか、ワクチンを打ったっていうことにならないので、ちょっと難しいっていうことなんですね。でも、まあ、日本だったらモデルナとファイザーがあれワクチンなので、まあ、日本で打ったって方は多分いけると思います。そう、2回ともワクチン打っていて、でしかも、出国の日から3日以内に PCR 検査を受けなきゃいけないんですね。で、 PCR 検査を受けて、それが陰性だった場合、その陰性の証明書も必要ってことなんですけど、まあ、それが陰性だった場合でワクチンも2回受けているってことは、カナダに入国可能っていうことなんですけど、まあ、この条件を満たしていればカナダでの2週間の隔離もなしということなので、まあ、空港に着いてすぐに観光しに行けるっていうね、コロナになる前の状況とあんまり変わらないっていう感じですね。で、前もお話ししたんですけど、まあ、旅行者とか関係なくビザを持っている方とかも全員ね、カナダに入る時にアライブキャンっていうアプリを入れる必要があって、でこのアライブキャンにいろいろ登録しなきゃいけないんですね。ワクチンいつ打った、何々打ったよとか、カナダに着く日とか、出国する場合出国する日を書いたり、あとはもしね、カナダに着いて、まあなんかランダムでこのコロナの検査をね、カナダの空港で見ついたらその空港でやるみたいなんですね。全員じゃなくてランダムで選ばれた人だけやるんですけど、まあ、そこでね、もし選ばれて陽性だった場合は、まあ2週間の隔離が必要なんですけど、その隔離をね、どこの住所でやるか、どこのホテルでやるか、もしお家でやるならお家でやるのかとか、そういう感じのことをね、登録していかないといけないんですけど、まあ全てのカナダに入国する方たちは全員アライブキャンを登録しなければいけないっていうことですね。子供、12歳未満の子供はワクチンをね、2回とも打っていなくても、まあこれで2週間の隔離もいらないっていうことですね。ワークビザとかワーキングホリデービザとかの方、まあ、カナダでね、働くことができますよっていうビザをお持ちの方は、今まではカナダに着く前にワークのサポートが必要だったみたいなんですよ。例えば私がワーホリでカナダに行こうと思って日本でこう登録するんだけど、まあ、審査に受かったとしてワーホリのビザを持っている状態でもすぐに行けることはできなかったんですね。カナダでまずいろいろこっちからオンラインでね、メッセージを送って仕事の受け入れ先を見つけて、で仕事が見つかったらカナダに行けるっていう感じだったんですけど、今はそれも一切いらなくても、ワーホリのビザを持ったら、仕事が決まってなくても
カナダに行けて、でカナダに着いてから仕事を探すっていう、まあ、コロナの前の状況と同じになったみたいなので、今まではね多分もう仕事見つけなきゃカナダ行けない、ビザせっかく取れたのになんでよみたいな思っていた方たくさんいると思うんですけど、まあそれもいらなくなって、よっしゃビザ持ってる、今持ってるからじゃあ行けるねっていう感じですぐ行けるみたいです。ということで、まあカナダに着いたらね、まあワクチンを2回打ってて、で検査も陰性だったら2週間の隔離いらなくて、やったすぐ行けるみたいな感じなんですけど、まあ日本に戻ってくる場合はね、多分2週間の隔離がまだ必要なので、まあそこは配慮よろしくお願いします。でもね、この前なんか、まあわかんないんですけど、まあ全員そうかもわからないんですけど、アメリカにいる友達が、まあ2回ともワクチンを打ち終えて日本に戻ってきたっていう子がいるんですけど、その人はなんか2週間の隔離をいらなくて、ワクチン2回打ったから3日間ぐらいで済んだって言ってたんですね。まあこれ全員なのか、アメリカだからなのか、まあこの州だからいいよとかなのかわからないんですけど、一応そういうのもあるみたいなので、もしカナダとかね違う国から日本に帰ってくる場合も、それも調べてみるといいかもしれないです。もしかしたら隔離いらないかもしれない。でもまあ一応ね2週間隔離必要っていう覚悟を持っていった方がいいと思います。はい、日本もね今ワクチン進んでいるので、まあ2回目打ち終えた人もちょくちょくね現れているんですけど、でもそれと同時にやっと1回目打ち終えたっていう人もいたり、あとワクチンの接種券もねもらったのに全然予約取れないっていう人もたくさんいるので、まあ、バラバラだけど、まあまあまあ前よりはいいんじゃないかなと思います。で感染者数もね、オリンピックの時5000人ぐらい超えてたけど、今はねちょっと1000人前後になって、あ東京の話ですけど、東京こう少なくなっているので、少なくなっているのかな、まあわかんないんですけどね。ってことで、まあ、すぐ、今すぐね、あの、カナダでね、入国できるからって言って、まあ、ビザ持っている方で行く気満々だった方はね、すぐ行けると思うんですけど、旅行でね、行くってなるとね、あの、なかなか仕事の都合とかね、周りの目とかもあるので、なかなか行けない方が多いと思うんですけど、でもね、行きたいなと思っていた方、一応行けるようになりました。ね、ただね、なんかね、こんなにいきなり開けて大丈夫なのって感じなんですけど、カナダ、あの、ちょっと心配なんですけど、カナダ政府が決めたことなので、とりあえず OK ということで、今回はこれで動画を締めようと思います。で、9月13日、もうすぐですね、ワクチンパスポートが BC 州ね、必要となるんですよ。レストランとか、あの、ジムとかへ。あのカジノ行ったりするときに、なのでそれの申請がねできるようにようやくなったみたいで、まあ、それの申請の仕方とかどういうところで必要となっているのかっていうのを動画で前お話ししたんですけど、さらに詳しくお話ししたり、あとは逆にワクチンパスポートいらないっていうところのね紹介も少しできたらなと思います。でこれはなるべく早く編集をして、できれば明日か明後日ぐらいにね投稿したいなと思っておりますので、楽しみにしててください。そう、このワクチンパスポートは、BC にね遊びに来る方たちも必要となりますので、ぜひその動画見てみてください。はい、じゃあ、いつもこんな感じでカナダの情報とかね、留学生のインタビューとか、私がカナダでの経験話をお話ししておりますので、チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。今回の動画良かった、参考になったって方、いいねも忘れずにお願いします。はい、じゃあぜひね、あの今回訳したページ概要欄貼っておきますので、後で詳しく知りたいって方チェックしてみてください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。